意識粘膜って内臓に、影響してくるんですね。指の腹で、ね、軽くね、軽くトン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 と、ね、脳の機能がアップして影響がね、少し減った。こんにちは、としみつ整骨院ボディバランスオイルのとしみつです。この時期は、食欲の秋とか、やはりこう秋から冬にかけて、内臓の機能が落ちることによって、脂肪を溜め込みやすくなって、どうしてもこの体重増加が見受けられる、季節なので、それに対して、まあ、太る万病の、原因がストレスって言われてますんで、それに対するこう、対処っていうのをご紹介したいと思います。では、それではね、精神的な、まあ、ストレスっていうのはね、やっぱり、まあ、いろいろお持ちの方が多いんですけども、それに対してこう内臓の働きが弱ったりすると、まあ、うまく消化吸収力が落ちたりして、まあ、いわゆる脂肪ね、もうこう溜め込みやすくなってくることがあるんですよ。まあ、それに対してちょっとね、今日は手当てをしていきたいと思うんですけども、何かこうストレス的なものがこう思い浮かべばね、まあ、口に出さなくてもいいんですけど、ちょっと頭の中で思い浮かべてもらっていいですね。それに対してちょっと体のこう反応を、ね、見ますんでね。じゃ手をこう伸ばして、ここでこうピタッと止めてこうキープ。私はこれ下げますから、触らないようにこれでこうキープね。うん、今これキープできますね。うん、じゃこれをね、まあ、モニターにしまして、ちょっとそれが体に影響を与えているかどうかをちょっと検査していきますね。じゃこれで、取ったんです。これで頑張りますね。じゃあこの状態でちょっと一番こうストレスになっているようなことを頭の中で思い浮かべてもらってもいいですか。準備ができたら、ちょっと合図をしてくださいね。いいですか。はい、はい、じゃあこれ頑張ってくださいね。これ先ほどよりはちょっと落ちますよね。これ脳っていうのは現実とイメージの区別がつかないんで、これ今頭の中で思い浮かべたストレスが今この場で起きているように反応するんで、ちょっとこう筋力が落ちるっていう状態で、教えてくれるんですね。まあ、それに対して、まあ、これがいろんなところに影響してるんで、その影響もちょっと見ていきますね。まずは内臓機能に、ね、影響することが多いんで、まずこう胃腸ですよね。胃ね、胃にこうちょっとこう頑張ってたりね。これに、ちょっと落ちるますね。これが、まあ、これは根本的ってわけじゃなくて、まあ、やっぱ脳からの命令ね、脳からの命令、自律神経のこう総司令官が脳なんで、脳からの影響がね、ここに来てるって感じですから、こう逆をたどっていきますね。だから頭の脳の、脳ですね。ここね、ここはちょっと落ちます。脳下垂体ですね。それでいきます。あと他には上下下で反応見ると副腎っていってね、自律神経のこれ実行部隊、総司令官の脳なんですけども、実行部隊である副腎ってところも、これもストレスに対応する臓器なんですね。それにちょっと反応があるんで、これはやや左側ね、左側で、あとはで、まあ、婦人科系も少しね、それでこう弱っていますかね。子宮、そう、腎臓とかもね、ちょっと寒くなってくるとね、ちょっと冷えに弱い臓器なんで、そういったところですね。そういったところにこれストレスってやつが脳でいろんなことをまあ、処理してるんですが、脳で処理しきれんばくって内臓にこう、影響してくるんですね。それを一度に、ひとまとめですね、取っていきますんで、じゃあまずね、まずそのストレス状態ね、その環境が180度変わらなくても、それに対するこう、まあ、同じ状況があっても体にあまり影響を受けなくなればね、なればこういいわけなんで、まあ、一つの手段としてね、でそのストレス状態が少しでもね、まあ、都合のいい方向っていうかね、あんまりこう
ギャップがありすぎてもイメージしにくいかもしれませんけれども、まあ、なんだけ、まあ、都合のいい状態ね、状態にこうなっていくことをイメージしながら、ちょうどここにね、おでこのところね、このところにこうその、前頭連合やつって、それでこう思考とか感情と影響している脳があるんですよ。このちょうど、うん、そう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 ね、そのところ指の腹でね、軽くね、軽くこうトン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 とね、そうそう叩きながら、そのこう今の状態をね、こうまあ少しでもこう都合のいい状態ね、こう改善していってるイメージ教えてもらっていいですか。まあ、メッセージ的には、まあ、大丈夫大丈夫とかね、どんまいどんまいとかね、まあありがとうございますでもいいと思うんですけど、なんか一番しっくりくる言葉を一緒にこう、まあ、唱えながらとかね。先ほどと少しこう反応がね変わってくるので、うん、はい、じゃちょっとこれでこうもう一回見てみましょうかね。じゃあまずね、先ほどの、まあ、ストレス状態をイメージしてね、はい、はい、また頑張ってね、うん、さっきよりは落ちないですね、うん、これ同じイメージしても、この脳の機能、まあ、このここにこう血流がね、集まった関係で脳の機能がアップして、同じ、イメージをしても、まあ影響がね少し減ったっていうことが言えるんですね。でそれでをまた内臓見てみましょう。副腎と婦人科系という腎臓というか系の OK ですね。あと、あと目とかに少しストレスがね、ちょっとまた別の形かもしれませんけど、まあ、目も脳とつながってますから、なんかパソコン作業かなんかしますからね、結構ね、なんか目も結構疲れてるみたいなんで、それに対する、まあ、いわゆるテクノストレスっていうんですよね、まあ、電磁波とかも入ってくるから、まあ、それに対する脳の疲労もう少し混ざってるみたいなんで、ちょっとそういうのもね、まあ、気をつけながらね。それは、うん、それはここの頭のてっぺんで取りましょうかね、これね。まだ頑張ってですね。目ってのは一点凝視してると疲れるんで、まあ、たまにね、たまにこうちょっとぐるぐるっと目を回して、まあ、部屋の四隅を見てあげるっていうかね、いろんな方向にこう目を動かしてあげるというかね。でもめまいとかしませんかね。ちょっと。あ、ちょっとします。あ、本当。もし目をぐるぐる回してもめまいをするんであれば、ベロね、ベロを、口の中でいいんで、こう右回り。左回り回してもらうと、この目と、このベロ下っていうのがこうつながってるんですよ。なので目を動かしたいけど動かせない時は、口の中でベロを動かしてあげても、あげてもこう 目を動かしてることと同じになるんで、まあ、そういった形でね、まあ、本当はちょっと休憩取った方がね、休憩取って、姿勢を変えた方がねいいんですけどね。それで OK、さっきでね、うん、でもう一回数値状態イメージね、うん、で今も目とかにもあんまり、うん、そうね、少し、少しも首も詰まってるんで、こう右目で回っていいですか、こう首をね、はい、ちょっと頑張ってね、こんな感じね、はい、今度左に首を回してもらっていいですか、それで頑張ってね、
ちょっと落ちるんでね、やっぱ首には少し負担がね、あるというか、まあ、応急的ですけどね、ちょっと耳をね、軽く引っ張りますね。ギューンとね、2、3、4、5、これ耳をね、ちょっと引っ張ると、この耳と脳ってね、こう硬膜ってつながってるんですよ。そこがこう引っ張られて、こう脳の動きとかと血流が良くなるんで、ちょっと痛かった、うん、じゃあこれご自分でこうやってもいいですよ。耳ね、ギュッと耳をね、ぐーっと両方引っ張ってあげてですね。はい、じゃあもう一回ね、もう一回ちょっとこう反対側に向いてですね、はい、はい、頑張って、うん、これさっき言ったようにありますよね。はい、で麻酔していいですよ、うん、これ大体全体的に、こう、脳の、まあ、循環がね、まあ、これ脳もこうやって呼吸で動いてるわけですよ。いろんな方向に、まあ、バランスよく動いてればこうちゃんと循環してるんだけど、やっぱね、いろんなことでこう、負担がこう偏っちゃうとね、こう、まあ、そういうところ中心にこう循環が悪くなって動きが悪くなるんで、それは全部ね、この脳の血流が悪くなることによって、ここから下の脳が命令を与えてるね、まあ、とっても内臓とかいろんなところにこう影響してこう機能が落ちるんでね、そうすると、なんかそんな食べてないのに太っちゃったりとかね、ことも起きてきやすいんで、うん、もしもこんな感じね、こんな感じですね、よしと、またね、よく噛んでね、食べてね、やっぱり一番最初にこう、食事に混ざるこの消化酵素としてのこう唾液がね、少ないとやっぱりこう、胃腸に負担がかかっちゃうんでね、はい、はい、じゃあ、これで、お腹がなんか、悩みましたね。はい、はい、じゃあいいですよ、はい。